だってやだよ本当に。金と人命を天秤にかけて金の方を取るなんてもう人としてクズよ。だけどもうしょうがないのよ。もうそういう風に決まってるから日本国憲法は。法治国家だから。これなんかバランスおかしくない？え、おかしいな。船が通るところパッカーって真ん中で割れた方がいいよね。でも橋作るか。こうだよね。こうやってで割れるところをこことここ割って。ドキンちゃんさん、こんばんは。ドキンちゃん、こんばんは。ドキンちゃん、こんばんは。また橋作るゲームですよ。でここが2番になるでしょ。2番になって。当たってるよね。これで当たってるよね。これで当たってここだけがウィーンって上がるから、こう上がるでしょ。で角度がこういって、でここがウィーンって上がるでしょ。ここだけは角度急にしないといけないよ。なここに油圧シリンダーでもう一個。ドキンさん、ここに今日も橋作りですね。そう、橋作り、ナイス。で油圧シリンダーで、そしたらこっち上がって、一旦ここ曲げるか。予算余ってるしね。リパシさん、左右対称はいびつかもしれないけど、これ正直言って完璧っすね。完璧だよね。これギャンブルしちゃう？ちょっとさ、あのうちによく来てくれる風花さんがさ、チャネポ2万失ってんだよね。申し訳なさすぎてさ。いけるか？ね、うん。ニヤ。大パン。大パン。一旦これでシミュレーションするか。多分これでいけそうな気がするんだけどさ、この鉄骨がさ余ってるのが気になるんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。鉄骨余ってるんだよね。鉄骨がどうしよう。予算もさ半額なんだよね。どうしようか。予算もめっちゃ余ってんだよね。鉄骨じゃない、鋼鉄か。どうしよう。これにはエンティティもにっこり。あ、鋼鉄ここにつなげばいい。見た目も正直って言いますしね。鋼鉄こうつなげばいいのか。鋼鉄で補強していいんじゃない。こうやって橋の強度、ほら道路の中に鋼鉄が走る。ほら完璧じゃないこれで。 あ、これだ多分正解。リパシさん、でもさっきとかの橋より圧倒的に安定感あるね。あるよね。行ってみるか。これ荷重とか応力を表示しない。応力って何。グリッド表示はした方がいいよね。行くか。一旦行ってみるか。やるか。リッペア4646さん、グッドゲーム、持ちかれ。リッペア4646さん、www、スーナスーさん、www、ベルさん、www。ユズポンズダイモさん、わらわら。ドキンちゃんさん、無残にも崩れるわらわらわっしょい。じゃあだだだ、どんだけ笑わせんだこのゲーム。スルナスルさん、エンジェルさん危なかったわらわら。ダイモパンも取れた。ナミカさん、ある意味鋼鉄されます。リパシさん、無様に走る車つぼるわらわらわっしょい。マダムレイタマさん、賭けしなくてよかったわら。ダメだ、角度抑えよう。角度、こっち 10% くらいにしよう。 10% くらい、 10% スルナスルさん、今回のステージをクリアしたら前回見せようとした短い橋動画をアップしますわらわら。あ、短いのアップしようぞ。ありがとう。だってここ角度が急すぎたわ。何でも 50% は良くないわ。 10% だわ。ここは 10% 笑った。ここ 10% にして、ここの中間関節みたいなところ 10% にしたらまた変わるんじゃない。
ほら。あ、あ、ちょっと。イトシさん、何事も謙虚にね。で、そ、ちょ、ちょ、ちょっと、右側行きづらかったけど。あ、ちょ、あ、あ、ちょ、あ、そうだね。そうだね。リッペア4646さん、www。ドキンちゃんさん、www。このゲームさ、マジでさ、おかしすぎんか、このゲーム。死ぬわらわらわへい。このゲームよ。マジで。出発するな、わらわら。ダイモパンも取られた何かさん、お腹痛い顔。こいつやばいんだけど、このゲーム。いやー、笑っちゃうね。笑っちゃうわ。ダメよ。あ、ここ、これ、これがプランプランしてたやつね。これは多分いらないわ。うん、OK、OK。ねえ、ここ角度が急すぎたのよ。半分にしよう。一旦半分にしよう。極端だけど。25%。で、ここも半分にしよう。25%。25%。OK。はい、どう ?OK、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 OK。あっちゃっ!ギリギリだな、ギリギリだな。ちょっと待って、ちょっと待って。ここもうちょっと下げよう。ここ15%、10%下げよう。ね、惜しかったよね。リトシさん、惜しい。惜しいよね。ここ右側 10% にしよう。あ、ダメだ、ダメだ、耐えきれない、耐えきれない、耐えきれない。ちょっと待って、スローモーションで見よう。スローモーション何が耐えきれないか見よく見よう。ここが何で崩れるかよ。あ、ここの中骨が折れてんのか。はい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 。こことここが折れてたね。そんな厳しいか。そんな辛いか、俺の橋の設計。もうちょっとこっち寄せるか。余裕持たせるか。そんなヒント張らずに。で、ここも 10% にしよう。あ、こうやって人間は進化していくんですよ。頼む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 。折れたところ全部鉄骨にしよう。鋼鉄にしよう。ここでしょ。で、他に折れたとこどこだっけ。何度もシミュレーション、これシミュレーションだから。みんな今折れてるのはこことここね。 OK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 。 折れてるのはこことこことここね。うん、リトシさん、命より。結局金かよ。金なのよ、人間。ほら、完璧。折れたところ補強したらもう完璧よ。ほんとに。あれ、ちょ、俺今ちょっと自信あったんだけど。ちょっと待って、もう一回見せて。もう一回見せて。どこ?リッペア4646さん、www。リトシさん、完璧わらわら。こことここで。ね、なんでさ、やっぱさ、これ、重さがさ、重さがなんか移動してんのかな。こうってこと、こうってこと、これでいいの。ちあっち、今鋼鉄が折れてなかった、鋼鉄が折れてなかった。あ、ちゃ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 、ここだ、ここが折れてんだ。いや、もうこれ全部さ鋼鉄にしようよ。ここの骨組み多分もう後々さ、もうグダグダ言われるわ、これグダグダ言われるから、もうその前に鋼鉄にしようよ、ここら辺。あ、間違った、間違った。結局金かよ。僕金になるのよ、やっぱり世の中。ここら辺鋼鉄にしてりゃ多分問題ないのよ、本当に。予算をケチるからよ、本当に。これだからさ、ほらね、ここは大丈夫よ。で、ここに荷重がかかるから、で、で、鋼鉄もここに、そうそうそう、こうやって。はい、完璧、はい、完璧。はい。嘘やろ、油圧。油圧嘘やろ。ちょ、重すぎるぞ。橋が重すぎたろ。ちょ。マジで。リッペア4646さん、www。するなするさん、重いわらわら。マジで。じゃあかよ。わらわらはしょい。あ、ダメだ。もうこれあれするしかないね。あれするしかないわ。みんなごめん、本当に。もう俺が作ったあの、もう伝説の橋を使うしかないわ。
本当にごめん、みんなごめん、ほんとごめん。これ範囲選択できるのかな。あ、できた。あ、こうやってペペペできるのね。はいはいはい。いやー、みんなごめんな。うん、ほんとごめんな。伝説の橋、伝説の橋、一旦ここに橋を引いて。いやー、ごめんなみんな。リカシさん、ついにお箱登場。お箱登場よ、本当に。見慣れてない方もいるかもしれません。んーと、申し訳ない。当たってるよね。当たってるよね。当たってる当たってる当たってる。いやー、あー、もう終わりだわ。自給自足橋。ベッスーさん、ね、長りん。ベッスー、こんばんは。また橋作るゲームですよ。はい、もう終わりだわ。マダムレイタマさん、うん、ではではおやなさい。ね、ね、あ、おやすみなさい、マダムさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、もう完璧よ。うん。よし、OK。ここ分岐点。はい、完璧。はい、完璧。はい、完璧。完璧。リカシさん、うん、さて今日はどんな魚が取れるかな。もうそんなノリよな。嘘でしょ。これなんで右側そんなに脆いの。ね、なんで右側そんなに脆いの。ヒッペア4643 右側さ、脆すぎないか。右側が脆すぎんか。鋼鉄やるとまた壊れるの。嘘でしょ。リパシさん、不要です。やばくねえか。右側が脆いんだけど、異常に脆いんだけど。これそういうゲーム。はい、終わり。はい、終わり。はい、ありがとうね。ナイス、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 ナイス。終わった。これまだいけるから、まだいけるから。橋としての体裁を保てるから。保てないな、これ保てないな。ちょ、もう何がいけないの、マジで。何が折れた。4643 持ちかれ、ここかな。壊れたの、ここ。ここを鋼鉄で補強すればいいの。ちょっと待って、スローペースでやろう。難しい。あ、角度が急…待って、もうちょっといけるでしょ。大丈夫よね、大丈夫よね、大丈夫よね、大丈夫、大丈夫。いやー、オッケー。ちょ、なんでこのタイミングで壊れるの。意味が分かんないんだよな、このゲーム。相変わらず。リパシさん、あれ。嘘でしょ。おざー。これ 25% にするか。 25% 25%、 こっち。これ 25% なら耐えるんじゃない。 50% にするか。スピード50、スピード50。ここの、ここを 25% にした。 OKOK、 OKOK、 OKOK。 あっ、あっ、ちょっと待って。今どこが折れた、どこが折れた。ここが曲がって、こういって、これだ、ここだ、ここが、ここがぶち切れた、ここがぶち切れた。こちら鉄骨ね。俺マジで大丈夫、この橋重さ持つ。頼むよ、頼むよ、頼むよ、頼むよ。こうブランブラン。はあ。ああ、もうやだこのゲーム。マジでよ。悔しいな。こっちこっち 25% にしよう。曲がりすぎなのかな。マジこのゲーム。お金が余ってんだよね、だけど、うん、マジ悔しいよね。お金余ってるよね。ここ全部鉄骨にしろってこと。先を鉄骨にしたんだったら、ここの支えるところも鉄骨にしろって話だよね、多分。多分そうだよね、うん、先が、あ、鉄骨じゃない、鋼鉄で重たいんだから、ここも鋼鉄にしないとダメなんだよ、多分。ここの、この中核の、なん、中盆、
チューボーンもここもね、ここのチューボーンもこうやって多分これにしないとダメなんだよ。で先端は木でいいのよ、ここ正直軽いから。ここは多分そうよね、これはさすがにもらっただよね。ここ板でもいいか、ここは板でもいい。リパシさん持ちカレ、持ちカレ、オッケー。お疲れ、疲れた。これはダメよ。散々やろ。散々やろ。待って、さっきまで壊れなかっただろ。ここ50、ここ50にするか。ここを10にして、今どこが壊れた？どこが壊れた？頼むぞマジでこのゲーム。いける？ほらここ全部鉄骨だもん。あ、鋼鉄。うん。あ、これいけんじゃない？やっぱさ、可動域が高い。おい、どやらせろよ、俺に。俺にどやらせろよ、マジで。なんで今壊れる？なんだよ、マジでこのゲームよ。ちょっと、意味わかんねえんだけど、マジでよ。やばくねえか？やばくねえか？悔しいか？これ、やばくねえか、マジでこのゲーム。いやー、どうしよう。どうしよう。設計が難しい。だから道路の数は限られてるから多分重たすぎるんだよ。鉄骨が、鉄骨が重たすぎて落ちてんだよ、うん、もうちょっと考えるか。あ、鉄骨が単純に重たいのかな。下げるか。これで荷重を下げよう。鉄骨の長さを減らして重さを下げよう。重さを下げて、まあ、結果的に予算も下がって超でかな。でここアーチ状にして、アーチ状がさ、チュートリアルでも言ってたじゃん、アーチ状が耐久度があるって。アーチ状にして多分これだいぶ変わるかも。でこれ鉄骨の重さを減らして、頭いい、これだいぶ変わるんじゃないかな。鉄骨の量も減ったし、ちょっと強度に問題があるな。長見の息子さん、うん、まさか紫の矢印をマスターしてしまったの。マスターした。長見の息子さん、してなかった。マスターはしたよ、メヌさん。あーダメだ。どうしよう。補強しないといけないよな。補強。なんかロープがないんよな。こうでしょう。これぐらいしか補強思いつかないけど、こんな感じどう？あ、ちょっと待って、どこ壊れた？え、どこ壊れた？やっぱ道路が壊れてるね。重さに耐えきれず道路が壊れてる。リパシさん、うん、バッタの足みたいな折れ方しとるわらわら。やばいな。こんな高くする？ここまで高くできんだよ、この、これ鉄骨。あ、こうやればいいのか。あ、作用でこうやればいいのか。で、こいつをここに寄せて、はい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 、分かった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 。で、こうやればいいんだ。メヌさんこんばんは。こうだ、正しくはこうだ。あ、多分こうだ。でここを思いっきり横に寄せてウィンって浮けばいいんだよ。でここは長さ保持、いや一旦ここで長さ保持でいいわ。はい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 。長見の息子さん、うん、わしゃそういうの好きでの。本当か、本当か、本当にそういうの好きか。で今ここをこっちに引っ張ってるでしょ。で、あ、ちゃちゃちゃ、ここをなるべくこうこうね、ここをこうこうこう、待って、やめとこう、下手なこと言うのやめよう。
で、ここをなるべく縦にしてね、こうでしょ。で、ここをなるべく引っ張って、リパシさん、ここをこう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 ね、こいつをこうなる。ね、こうやればあいつは直角に立ってるから、これにはエンティティもにっこり、エンティティもにっこりよマジで。で、これはマイナス4とかそんなケチくさいこと言えなくて、ここは長さ欲しいでいいのよ、とりあえず。で、ここも長さ欲しい、オッケーオッケー。で、そこ押して90度だから、こっちもうちょっと寄れない？こう、長身の息子さん、いやあの部分をあっち方向にして、そこの補強をこうするのがいいと思うね全部適当やろ、絶対適当やろ。 OKOK、 多分これでいいわ。あっち、そう、そうそうそう、リッペア4643WW。 ちょっと右側あれだったけどさ、あっちゃ、長身の息子さん、タバコ吸ったタイミングで笑わせんといて、わらわらいやもう難しいよこのゲーム、マジで、うん、ギブアップなのよ俺。 I love you、 yeah! ギブアップなのよマジで。長身の息子さんそろそろ車が通るくらいの土台が水に溜まったんじゃないですかね。フィジーだ、フィジーだ、待って、応援してます。ほんと風か、風か、優しさの塩梅がちょうどいいよな。ラムチッチさん、うん、こんばんは。あ、ラムチッチさんこんばんは、こんばんは。うん、いやこれな、リパシさん、そういえば D に誰が乗ってるんですか。 D わかんない、あんまり誰が乗ってるかも想定してなかったわ。誰が乗ってようと俺はやっぱり人命優先だから、本当に。みんな勘違いしてるかもしれない俺のこと。俺人命はすごい大切にするから。リパシさん、命より、うん、そうだよ、金かよ、金ではないわ、金ではないわ、もう殺さないで、殺さないそんなことないわ。これさ難しい、やっぱさここ鉄骨が行き過ぎだと思うんだよな、重すぎだと思うんだよ、ここの鉄骨は重すぎだと思う俺は。あ、だけど鉄骨じゃないと伸びないのか、一旦横に寄せてこれをちょくっつけない、ちょっとこっちくっつけない、あ、くっつけない、くっつけない。これさ、これだけ中間がベターだよね。あ、あ、違う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 、分かった。もしかして中間じゃないとかある？分かった。今ひらめいたわ。みんなごめんな。もう答え見つけちゃったわ。そう、まあ、中間は正解なんだけど、多分ね、ちょっとこっちレッドか、一旦これ作って、分かった。で、極論言えばよ、ここってさ長さあるから、ここがさパカってなればいいんでしょ。ここがパカって、ここだけがパカってなればいいのよ。わかるでしょ、通じるでしょ。ここが分岐点になって、こうやってパカってなればいいのよ、こう、うん。だから最悪ここなんだよね多分。あ、ちょっと消えちゃったわ。だからこうでしょ、でここをなんかするべき場所はここなんだよ多分。こうで、ここがこうなってこうなって、リパシさん、おお、もうゴールなんじゃない、
できればここ垂直にしたいけど、ちょっと角度的にできないから。で、ここの右側だけ端が長いんよな。で、ここは下から鉄骨で支える。リトシさん、ジーニアスエンド、グッドゲーム。ありがとう。ジーニアスエンド、ありがとうね。いやー、ごめんな、みんな。あ、これ、鉄骨ってここまで伸ばせんの？だけどさ、バランス的にさ、鉄骨ってさ、何今これ何？ああ、なんかボタン押してた。これさ、まあここら辺はちょっと予算ケチって板だけど、板で申し訳ないけど、こうじゃない？これ 50% でしょ？これも 50%。 これは 50% で、こっちのやつも試してみるか。なんか崩れそうな気がしないでもないけどね。ああめん、なんでここが動かないの？ここが持たないの？ここが持たない理由が分かんない。俺ここに体重がかかってんの、うん、こうすればいいの？こう補強すればいいの？これどうぞ。ダメだ。ここ全体にこうやって補強しないといけないわ。あ、違う、ごめん。間違えた。ここを分割点にしてなかったわ。ラムキッチさん、板チョコ製の橋。板チョコ板チョコじゃないわ、ほら。こうやれば、ほら簡単。船通るんじゃない？ちょっと右は置いといて。右置いといて。ふざけんなよマジでよ。ちょ、右は置いといて。こっち下げるか。ここ下げるか。超えるか。リパシさん、戻るかも見といた方が良くない？戻るの？え、戻らないよ。一方通行よあいつは。あー、これ完璧じゃない？頼む。こっち壊れそう。ここ壊れそう。ああ。ここは崩れないか重要。ああ。ごめん、橋は戻らないわ。難しい。嘘でしょ。難しい。ちょっとこれさ、配信者の誰かさんさ、やってくんない？知ってる人だよ。すげえマウント取りたい。なんか、そうじゃないんだよな、W みたいなコメント打ちたい。すげえマウント取りたい。本当に。ラムキッチさん、毎回これ作る方がコスパ悪い。これ作る。本当に。マウント取りたい。そうじゃないんだよな、ニヤニヤみたいな。そういうコメントしてさ、マウント取りたい。本当に。リパシさん、うん、あの長身のお箱は絶対見つけられないからね。ウェイ。そうなんだ。やっぱそうなんだ。あれやこれやといろいろ試しております。なんか全然うまくいく気配がないです。何が正解なのかも分かりません。他の配信者さんがしていたら覗きに行ってマウントコメントだけはしたいと思っております。よろしくお願いいたします。違う、そうじゃない、君を逃がせない、愛は渡せない。ありがとうございました。ナイトボットさんが何かを言っています。ありがとうございました。これだな。小野高志さん、深み12ペンライト、深み12ペンライト、リパシさん、そろそろ寝るべ、橋作り頑張れ、卵30閉まってます、ありがとうございます。卵ね、卵やりますか。これ上でこうクイーンって言ってんじゃない？ダメか。ありがとうございます。ゲームたくさん買いましたね今日。こうか、一旦これで補強にはなるのか。でここよな問題。うん、ダメだな、才能がない。もうガチで才能がない。ひらめかないもん。ありきたりなあれしか。
なのよな。それじゃダメなのよ。本当に。え、あ、届かないのギリギリ。あ、伸ばせないね。そう。だからここを。するなするさん。へ、こんな形は？あー、そういうこと？いや、ダメだよ。ここ高さが足りないもん。ここ高さ足りないもん。こうだよね。それかここ開けるか。高さが足りないよな。こっち下げて。もう一段階。こうかな。あ、ダメだ。一旦これでやってみるか。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。荷重は 52% か。ありがとうございます。軽量化ありがとうございます。軽量化のご協力ありがとうございます。で、で、ここから、橋を上にバーンってやりたいんだよな。もう荷重が 52% なんだよ、この時点で。おかしいのよ。52% でしょ？キッチさん、うん、全部鉄にして船をぶち壊そう。逆に攻めるの？だから基本はこう上げるか、これがないって今言われてるもんね。だけど開閉式じゃないとうまくいかないから、開閉式にするにしてもいじるとしたらここだよね。ここだよね。ここ。こっち。こうだよね。こうだよね。で、ここで上でこうやってぶち上げて、ここも。あ、そしたらここの骨組みいらないよね。多分壊れるよね。これがあることで壊れるよね。これ。これない方がいいよね。上に上がるでしょ。ウィーン。こっちはウィーンって上がって回転するから関係ないのか。ここあった方がいいのか。あ、間違えた間違えた間違えた、ごめんごめんごめん、間違えた。多分これでいいのかな。 50%。 あっちっ、そこが上がることによって、あ、これこれか。ここに負荷がかかるのか。はいはいはい、上がる。ここか。ここに負荷かかるのか。多分大丈夫だね、これで。あっち、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 ありがとうございます。ありがとうございます。キムご苦労様です。キムご苦労様です。キムご苦労様です。ちょっと待って。小野隆さん、ちなちゃはてな。今ここが動いて、何が、あ、こっちか、こっちか、こっちか、いけなかった、消す板間違えたわ。ちょっと待って、ここはこのままでいいのね。はい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 、いや違う、ここが可変で動くんでしょ、ここが可変で動くんでしょ。あ、もうダメだわ、もう橋の設計が分からなくなってるもん俺。ちょっと一旦、あー、ダメだ、もう俺ここのステージクリアできる気せんもん。誰か助けてくれよ。うん、うん、ベルさん、うん、許容橋を想像した才能を信じろ。なるほどね、才能信じるか。これさ、少しさ、中央より左寄りなんだよね。あの、ここがさ、分岐がさ1,2じゃん。で、ここは 1,2,3 でしょ。なんかバランスが悪いのよ、もうすでにこの時点で。で、バランス良くしなきゃいけないから、
2と3でしょ、5でしょ、で真ん中に1個あるから5で6でしょ、6だ、偶数でしょ、偶数は半分に割れないから、偶数は半分に割れないから一旦5として考えよう、一旦5として考えるから 2.5 が正しいのよ。だから1 2.5 2.5、 これが 2.5 で、ここから1 2、でもここはジャンプしてもらうダメだ、もうそんな無理やりダメだから、待てよ、 1 2 2.5 でしょ、1 2、これがマップの中央なのよ、これだけの距離無駄なのよ。で道路を敷ける数も決まってるから、道路を敷ける数7でしょ、なんか3で真ん中に来ればいいんでしょ、3で真ん中に来ればいいんだから、こっから数えるか、遠いところか、1 2 3で真ん中来ないな、どんなに長距離やっても、3ちょっと上に寄せるか、で下に寄せて、まあまあこれぐらいの隙間別に車通れるから、あーこれが正しいのかな、あーなんかできそうな気するな、確かにこれだと。うん、できそうな気するよね。ねえ、ここからマジ曲はいい曲なんやな。こうかな。でここを油圧でここを上げるようにして、油圧でここを上げればいいんでしょ。ブイーンってここを上げちゃえば問題ないでしょ。そうだよね。ここ油圧である必要ないね。ここは鉄骨でいいわ。この鉄骨のさ、この角度を支えるやつっておるの？ねえ、ここも同じようにこうやってね、油圧で縦に上げればいいのよ。縦にこうやって、いやダメだダメだ、多分ここ重すぎるわ、ここ重すぎるから、もうちょっとできれば奥まで行きたい。でこいつはここで上げるのが大切なのよ、多分ね。基本、うん、多分基本設計これで正しいと思う。 50% 上に上がるでしょ、この長さ分。一旦可動領域持った方がいいのか、一旦ここ水平に保ってみるか。これどうやって鉄骨これを支えてるのか俺全然わかんないけどね。あ、違う違う違う、ここで支えればいいのか、ここで支えればいいんだ、はいはいはい、そしたら重さ関係ねえか、ここで引っ張れば。いや待って、いけるかもしれん、ちょっと寄れる、こいつ寄れる、寄れないか、視点を動かしたいんだよね。こいつをちょっとこっち、あ寄れないか。あーもう少しよ、ここマジでもう少しよ。あー足りねー、どうしようかな。まあ、しょうがないか、しょうがないか、これはこればっかりしょうがないか。でここを分岐点にして、うん。でこいつを上にぶん投げて、こいつも上にぶん投げて、ガチでこっちバーって、うん、多分いけると思うけどな。でなるべく上に寄せるやつはちょっとあそこだけはほっといて、ちょっとこっち木の道路でいいか、こっちごめんな。でこっち上にガーってなるから、ガーってなるから、角度的にはこれがいらないのか、
分かってきた分かってきた。角度的にはこれがいらないんだ。こうやると、あー多分大丈夫だね。なんかこっちとここが重要なこの接点なんだよ、こうやって。で、可変式にして、そう、あ、多分これでいいわ。はい、完璧、はい、パーペキ。そうだね、当たってるね、当たってるよね、当たってるって言ってもあれだけど、ちょっと待って。で、こうで、こっちからこう、はい、完璧で、こことこことここは強固なつながりにして、で、ここを押し上げるから、押し上げるか、あ、つなげてもいいのか、ここ、ここはつなげてもいいのか。ん、何これ、ちゃちゃ、俺これ削除したい。ちゃちゃちゃ、いや、 Z で一旦戻して、こっち一段下げて、一旦ここはこれで OK だと思う。ちょっと動かすね。ほら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 、あっ、くぅ、ふざけんなよマジで、ちょっとふざけないでくれ、やめてくれ、マジでマジでやめてくれ。ベルさん、マジで、わら、マジで、するなするさん、わらわら、一旦こうすればいいの。小野隆さん、アドガムにピエン、これでいいの、これでいいの、これダメなの。やっぱパーセンテージだから変わんないの、比率は。あー、ダメっぽいな。さあ、ほんとバカにしないでくれ、バカにしないでくれ。ちょっと待って、おい、ダメんだよマジで。じゃあこうすればいいの、こうすればええんだな、こうすれば、下に寄せればええんよな。なんで下に下がるの、なんで下に下がるの。あー、こっちか、こっちか、こうか、 OK。あ、いけんじゃない、これは、これはいけるよね。いやー、よかった、よし、左は成功、左は成功よな。ね、戻りも大丈夫よね、戻りも大丈夫よね。え、そこ渡れる、ちょっと道がないけど、そこ道大丈夫。あ、全然大丈夫だね。え、ぜ、もうやだこのゲーム、ほんとこのゲームやだ、もうマジで、ほんとこのゲームやだマジで、ほんとにやだ、もうやだマジで、マジでやだ、もう心折れそうだもん、やだもんマジで。こんな努力してダメなの、ほんとに、ほんとにやだ。もう本当やだ、どうしよう、もうやだ、もうやだ。一旦ここ、じゃあもうまっすぐ道路引くしかないのね。少しでも歪みを来たすとダメなのね。これ、あ、ちょ、分岐点ね、分かった、もう全部分かった、もう全部分かった。で、ここをぶち上げるやつして、こうして、こいつを下にすればいいのね、下にして、で、ここを上に寄せればいいのね。ん、こうね、よし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 、うん、多分これでいいわ。で、なるべく低いところでこうやって、で、次2段階目いって、完璧、よし、 OK。 で、ここを分岐点、 OK、 分岐点にして、で、問題ここなんだよな。
難しいよ本当に。そう本当にここが難しい。右側がさちょっと長いんよ多少。間違った。そのせいで難しくなってるんだよな本当に。また同じことの繰り返しになりそう。でこっち下ちょっとこっち下に下に寄せて、でこっち上に寄せるでしょう。一旦これでやるか。ちょっと安直だけど。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。一旦こっち上に寄せて、でここから一旦これくっつけて、やっぱ視点がないと無理だね。そうそう、こういう感じで紐付けて、でこいつもこっからここまでか。どうしよう、油圧シリンダーをつける場所が悪いのか。こことここか。なるべく水するなするさん。サク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 よね。こうか。であとは垂直にこうやって落ちない。でこうか。 OK。 でここもマックス50だよね。 8% って書いてるけど展開率 OK。 よしこれどう。じゃあもうやだこのゲーム、マジでこのゲームやだ。ちょっと待って、一旦ちょっと上げるか。多分1段階ずつ上げた方が多分ね耐久度が高いと思うんだよね。じゃあこうか。こうだと思うけどな。これ奇数なんだよな。奇数じゃない偶数なんだよな。もうやだ、考えるのやだマジで。もう考えるのやだ。これ水平にするか。多分これ耐久度だいぶ上がったと思う。今どこ折れた。今ここ、上ここが折れたのか。ここが折れたのか。じゃあここも鉄骨にするしかないわな。鉄骨、はい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 。マジでよ。頼むよ。渡れるよね。よし、大丈夫。今のは大丈夫。すごいいい失敗だったから。ね、待って。右側ど、何で壊れたか見よう。右側は？ここか。ここが壊れてるね。いいよ。ね、いい感じよね。右側ここが壊れたのね。もうやだ。こうだね。こうだよね。焼却。割れるの早すぎるんよ道路が。なるべく上に寄せるか。あらこれも上に。だからこいつも上に寄れるよね。オッケー。だからこう。多分これだいぶ耐久度上がったと思うけどな。あ、負荷が、負荷がこっちに勝るのね。負荷がこっちに寄るのか。こっちこうやって均等にするか。オッケー。トイレ行きたい。頼む。するなするさん。右は下に降りるのが簡単じゃないかな。頼む。するなするさん。頼む。普通に渡ってくれ。ありがとう。やっと終われる。やっと終わるよ。トイレ行って最後の挨拶しますか。もうトイレ行ってきますわ。すわなすわさん、持ちかれ。ナイス。ありがとう。ちょっとトイレ行ってくるわ。トイレ。
いやーマジで本当に本当難しかった。じゃあ皆さんちょっとスローペースですからよろしくお願いします。見てください。速攻で戻りました。手も洗いました。いやよかったね、本当によかった。いやー楽しかったですわ。あとやっとね、本当に俺ね、ベルさん、これだけ見るとシンプルな構造だよね。だよね、これだけ見るとシンプルなんだよね。なかなか難しかった。ほんとに。スルナスルさん、URL 例をご覧ください。スルナスルさん、ネタバレじゃなくてカンニングだと思ってください。ありがとうございます。まあ、じゃあ、とりあえずこのゲームは、今回がラストでいいよね。今回ラストでいいよね。ありがとうございました。じゃあカンニング見ますか。フレンドのみって書いてる、これ。フレンドで知ってるやつおる。フレンドで知ってるやつおらないんだけど。俺が1位です。俺が世界1です。ベルさん、気が向いた時にまた遊んでくださいな。了解。もうやばいと思うけどね。ちょっと待って、ゲーム一旦終了するか。カンニング見る前に一旦ゲーム終了するか。終了して終了。するなするさん、これを見たら素敵な橋を作りたいと思うでしょう。え、マジで本当？ちょっと見るか。こちらですね。今スルナさんからもらったやつ。はい。え？引っ張るタイプの油圧シリンダーあるの？え、なになに？やばいじゃん。え、なにこれ？やばい。縮むタイプの橋やばいな。縮めるんだ。これ 2とか3じゃないの？ 1 ではないよ。めちゃめちゃ縮むもん。やば。あー、もう丸ごと移動するのもありなのか。はいはい、これ発想勝ちだよね。はいはいはい、ほらアーチ型にしてるもん、こうやってアーチ型。あー、ありだね。確かにこれはありだと思う、俺も。あー、いいね。バツで X で、俺もこれ発送するわ。あー、逆に沈むのか。これこそカニも取れるタイプだからな。ほらもうこうなってるもん、下が、橋の下が。はい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 。あ、やば。え、これ何？降りるの？これが全体が降りるの？え、ない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 。嘘でしょ。
結構たわんでるけど、結構たわんでるけど、あ、すげえ。いやちょっとこれ気になるけどな、これ気になるな。あー、これ見たわ、見たやつか。はい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 、すごいよなこれ、設計がうまいんよな。発想の幅が広がります、うん、ね、発想の幅広がるよね。そう、これも見たわ。うわ、そう、いいよな。え、なになになに、おぉ、えぐ、最後にインド料理か飯テロ見て終わるか、なんかもうそんな気分なのよな。エペしたい気持ちあるけどね、なんとなくエペしたいよね。今日たくさん寝たからさ。お、壊れてる、熱っ、えぐいな、すごいな。じゃあ録画の方で終了しますか。